コンティ公の紋章コンティ公はフランス王国の貴族ブルボンコンデ家の文家であるコンティ公の名前はフランス北部アミアン南西約3 5トルのコンティに由来するコンティは1551年にブルボンコンデ家の初代コンデ公、ルイドブルボンがエレオノールドルシードルイへと結婚したことでコンデ公領となっていたルイの三男フランソドブルボンは コンティ公爵に除され、後に、コンティ公爵に昇格したが、唯一の男子が1610年に死去。フランスは自身も1614年に死去したことで、爵位は断絶した。1629年、コンティ公の爵位は復活し、コンデ公、アンリ2世の次男アルマンド・ブルボンに与えられた。ブルボン家がフランスを統治していた時期、すなわちアンリ4世の知性から、 ルイ・フィリップ1世の治世まで、コンティコは、フランス王国におけるプランスでンとされた。直系の継承者がいなかったため、コンティ公爵家は1614年に断絶した。ルイ・フランソワ2世は、着出子を残さずに死去したため、コンティクゲは断絶した。ありがとうございます。